そう見えないかもしれない。はい、5月5日こどもの日、時刻は6時を回りました。全身ラジオ、略して全ラ、始まります。はい、まなみー、はーい。ゴールデンウィークはいかがお過ごしですか？飲み会、やばいな。いろいろね、ご挨拶するところがありまして、はい、の前にこのイヤホン、はい、あ、そう、多分ちょっとこれ壊れちゃってる。壊れてるんですか、はい、びっくりした。早見だったよね、さっきね。あんなデブったみたいな。大きくなってる。大きくなってる。多分、この、切れちゃったんですよね。ああ、うん、そういうことか。はい、よいしょ。とうとう。本当だね、とうとう。はい、新しいの買ってもらうしかない。まあ、いいか。ここだけで、はい。はい。ということで、今日ですね、ちゃんと進めようと思って、はい、いろいろあるんですよ、コーナー。はい。読み聞かせもあるし、はい、あ、ゲストさんもね、はい、そう、ゲストさんが今日いらっしゃるので、なんかね、ツイキャスね、ご覧の皆様はね、もうお気づきかと思いますが、はい、2人とも何ちゅう格好してるんだと今日は戦闘服で、はい、私たちの戦闘服で参加させていただいております。はい、はい、で、ツイキャスじゃなくて、はい、ツイッターの方で私ちょっと宣伝させていただいたんですけど、はい、今日アニメ特集やるぞみたいなねアニメの昔のね、懐かしいアニメ、はい、アニメの話を、そう、この今日のゲストさんから、はい、私よくアニメの歌うんじゃないですか、はい、あの走れジョリー覚えてます？覚えてます。そのああいったのも全部そうこちらにいるお方から習ったというか、そうなんですね、うん、それまではカラオケとか好きじゃなかったんです、はい、あ、何歌っていいんだ、私アニメしかわかんない、なんかアニメを歌ったら、はい、昔はね、なんかオタク感があって隠す人もいたりさ、オタクって言われるのが嫌だったわけ、はい、私たちが若い頃はだからそう思われるのかな、でも好きだけどなというのを打破したというかさ、はい、これいいのよ、好きな歌を歌いましょうよって堂々と歌ってた方なんですね、こちらの方が。そうなんですね。そう、このかっこよく歌ってる姿を見て、はい、いいんだアニメを歌って、はい、それからですね、私の、はい、なんかどんどん光で消えていくのは、はい、そんな感じなので、はい、ぜひね、ご紹介させていただきたいと思ってるんですけど、はい、提供も言っていい？はい、あ、どうぞどうぞ。提供行ったことがなくてさ、はい、この間、俺言うの忘れて、あったのに、シーミーであったのに、はい、ああ、そうなんだ、ムンチューのシーミーであったのにさ、はい、あったのに、水回りのトラブルでお困りの方は、はい、はい、流水サービス社にお任せくださいということで、はい、株式会社流水サービス言い切れないと、はい、マンゴーが食べたくなったら中地フルーツファームということで、はい、おー、なんかしっかりちゃんと言いました今聞いてるかな、はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、で CM 明けに紹介しながら、はい、ごめんね、ちゃんと、はい、まなみに喋ろうね、はい、一回これ直したい。あ、なるほど、じゃあ一旦 CM に行きましょう。お願いします。はい、
神様なんだろう、まなみ読める高保さんのこれ何ですかね、これ村長、なんだろう、そういう村長、村長様、じゃあ CM が来ます、ね、あ、これが総長、嘘つかないに見えたのかな、総長、じゃあ行きますね、全身ラジオ、略して全裸ラジオをお届けしておりますということで、あのコメントいただいてますのでありがとうございます。高保さん、はい、こんばんは、ありがとう高保さん、聞いてくれてたね、はい、はい、でヤンキチさん、まゆうちゲストさん、皆さんこんばんはということで、はい、ヤンキチさんもね、高保さんもね、常連にありがとうございますね。もうずっと FM ギナーを、ね、応援してくださってる方々ですよね、はい、もう高保さんが何、これ総長様って書いてあるんですか、まだ読める、これ何様ですかね、何様ですか、見てみよう、開いてくださいね、はい、はい、で青木さんも来てる、お、こんばんは、茨城県も良い天気でした、今日は自宅にて番組最後まで楽しみます、あら青木さんありがとうね、また沖縄にいらした時はぜひ飲みましょう、はい、ぜひやっぱりこの方とも飲み友達ですねおいいですね、はい、高橋さんがハロウィンウィークそうね、ハロウィンっぽいですよね、これ私たちの戦闘服でございます、戦闘服なんですね、そうね、戦闘服ね、コスプレ衣装ではございません、フレイグさん、はい、マユさん、はい、ゲストさんこんばんはということで、もうフレイグさんも本当にありがとうございます、タミさん、ハイサイ、夕方、はい、夕方用の夕方用何が違うんかな、でもタミさんも最近ね、そうそうそう、お友達になって、はい、あ、私の中でね、はい、本人はどう思ってるか分からないですけどもう嬉しいんです、いつもね、はい、あちこちでお会いして、あのツイキャスね、はい、ありがとうございます、はい、あたかもさんから州長さん、うん、州長、あ、州長かって呼ぶらしい、失礼しました、はい、そしてめいちゃんさんからも何かあったのって来ました、うん、そう、今日ゲストさんの影響でです、今日世紀末仲間で戦闘服、はい、そう、世紀末ではあのコンサートに行くとき、コンサートはミサって言うんですけど、はい、ミサに行くときはあのコスプレして行くじゃないですか、このコスプレの衣装のことを戦闘服って言いますね、あたかもさん、はい、マンゴー注文しますねって、 ありがとうございます、お、これから注文はこれからあれですか、予約は受付、もう受付中、はい、受付中なので、ぜひぜひ、ありがとうございます、もしね、なんか LINE 番号を教えていただければパンフレットというかそっちも送りますので、 ありがとうございます、はい、戦闘服なんのって、ね、プレイグさんがなんのそう、そういうこのミサに行く用の衣装のことを戦闘服と申します、はい、というそうです、はいはい、そして武蔵さんも来ましたね、はいはい、まゆうさん、ゲストさんこんばんは、ゴールデンウィーク祝日の子供の日の放送の、お疲れ様です、はい、本日はハロウィンウィークの予行練習ですかあ、僕も今日誕生日なのでコスプレしてみたいなって、おー、武蔵さん誕生日、確か5月5日誕生日でしたね、おー、すごい、おめでとうございます、どん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 、パフパフドンパフドン、昼ラジのね、ランチ何でしたっけ、あっちは今、食堂かなんかやってますよね、昼ラジ食堂になりましたね、うんうん、いいですね、これパクっていいですか、ドンパフドン、これハマってしまったのでFM 小座さんでやってるんですよね、うん、番組で、はい、ありがとうございます、はい、後ほどお伝えしますね、あ、はい、お願いしますね、はい、後ろにたくさんいるクジャクの羽って、あ、これ ね、 あ、そうそう、ね、これは花屋さんで、花屋さんで売ってるやつです、おー、ちょっともうなくなってきてるけどだいぶなくなってきてるんですよ、ちょっと直さないといけない、うん、最近使ってなくて置きっぱなしだったんで、はい、じゃあもう早速、はい、ゲストさん、そうですね、待ちかんティーしてますので、はい、ゲスト様、はい、あの自己紹介をご自分のお口からでお願いします、はい、こんばんは、はい、初めまして、マリルのママと申します、まゆうさんとは世紀末信者仲間でして、はい、あのまゆうさんがねデーモン画家担当で、はい、私がエース清水長官の担当で、はい、ね、メイクをして一緒 して一緒にミサに行ったり、ミサに行ったりなんかイベントがあったらね、はい、いろんなことしましたね、はい、ありまして、であのハロウィンの時にちょっと何年か前に久しぶりにメイクした写真をあの、うん、ツイッターのアイコンに載せましたら、うん、あの結構それがあの皆さんに評判がよくて、はいはいはい、あのずっともうこのツイッターがね、あの私がこう長官のメイクをしたものがずっと載ってるんですね、載ってるので、あの今回まゆうさんにちょっとゲストにあのどうですかってお声掛けいただいた時に、
あ、じゃあの久しぶりに戦闘服をちょっと引っ張り出してくれるかと思ってちょっと引っ張り出してきて、あの、うんうん、もう何年かぶりに着てみましたと、うんうん、いうことですって。そう、そのね、はい、LINE で先ほどやり取りした時に、はい、戦闘服で行きますって書いてたから、え、そっか、そういうことかと思って私も急いで、普通は職場からそう来るんですけど、はい、一旦お家に行って、はい、ちょっと取ってきました。もうちょっとカッカのベストと、はい、こう ちゃんと後ろがペンギンみたいに塩ビ服になってるんですよ。おー、あー、すごい。あ、こっちか、はい、さあ三角になってね、衣装つけないとちょっと格好がおかしいんですけどあ、ヤンキチさんからも、はい、お、知ってる、マリルのママさんだ。そうです、メイちゃんさん、メイちゃんさんからもマリルさんじゃないってきてよろしくお願いします。皆さん知ってらっしゃるね。どうは、この世紀末信者の顔ともっと別な顔もございますよね何が好きでした？あ、そうです、アニメとか漫画大好きです。で今日はどこに行ってきました？あ、今日はですね、あ、そう、あの沖縄ヒーローズで、あの、はい、沖縄ヒーローズもすごく大好きで、今日はあの海洋博の方にエイカーズショーを見に行ってきました。すごいバイタリティが。大変じゃなかったですか、行くの？そうですね、もう仕事終わってダッシュで、あの高速乗ってダッシュで行って。午前中お仕事だったんですか？すごい、仕事休み取ったんじゃなくて、うん、2時の回を見てまたダッシュで戻ってきました。すいませんね名護からって普通でも2時間かかるのに、やっぱ思ってたよりは時間かかりましたね。うん、すごい、うん、すごいんですよ。好きになったら本当にとことん追っかけて、うん、だいたい何期だなとかなるじゃないですか、ね、普通全力をかけてね。すごい。好きなものが、ね、あると楽しい、うん、あ、推しね、推し、推しの生活っていいですよね。私たち昔からね、最近推しって流行ってるでしょ、はい、うん、でもね、私30年40年前からこの推しの生活をしてたんですけど、今がね普通になってね、はい、もう恥ずかしくないっていうか、うん、過ごしやすく、なんていうんですか、この胸を張って推しを、生きやすくなったマナミもあるでしょ、もうマナミの、はい、あ、でも私も結構もうライブとか行ってました。あの好きなバンドとかいたら、うん、それを、うん、引かれた、あ、引かれ、東京というか福岡まで行くのとかさ、東京まで行くのって、あ、引かれる方、あ、でも私は隠して一人でピョンって行ったり、隠したのはなんで、やっぱ恥ずかしいからいや、そうですね、なんか、うん、でも好きなアーティストさんは普通のアーティストさんでしょ、うん、はい、あ、普通の、うん、そんな私たちみたいなコミックバンドみたいなこねて怒られるけど、私たちも真面目に好きで、はい、デーモン閣下と清水長官、うん、清水長官大好きで応援してたんだけど、うん、一般的にはって惹かれるわけよ、うん、今でもだけど今もまあ世紀末ね、すごくあの曲もね、いい曲もいっぱいあって、閣下歌も上手なんだけど、なんかのやっぱり老人形の館の方があのすごく売れてっていうか、ね、老人形の館しか知らない方が多くって、世紀末好きって言うと、えってね、やっぱで私に世紀末歌ってって老人形歌、老人形歌いたくないよね、疲れるしね疲れるしあれはねなんか大変なんですよ。ちょっとあれなんですね、うん、そう、でもね、あのアニメの話しようってか、せっかくね彼女来たからと思ったけど、これ3時間ないとアニメの話できないなと思って、そのまま世紀末のね格好で、あの長谷淳さん、はい、淳淳淳淳さんがなんでかそうってやっぱりこうして来るので、ずっと今日喋らないといけない、もうやっぱりデーモン閣下の布教しないといけない彼女も来てるのでそうですね、あのこの番組をずっと聞いてる人からしたら、あ、まゆうさんはこの、まあ、イコールデーモン閣下とか世紀末っていうイメージがついてるから、あっってわかるかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱりね、たまに見る方とかだったら、うん、あら、なんでなんでってね、そうそうそう、あ、でも今日はミサカって、今日はミサカ予行練習、あ、カープボーイさんが老人形の館好きだけどね、あ、ありがとうございますカープボーイさん、いい曲でね、あのみんなね好きって言ってくれる方とディスって同人形を歌ってっていう方とでもタミーさん、白い奇跡わかるんだ、いいですよね、あれは白い奇跡はいい曲です。白い奇跡は長官作った曲じゃないですか、ね、です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 ってなんかみんななんか殺すみたいなねですってそういう風に聞こえなかった今マナミマリルのママさんが言ったらそういう風に聞こえる、今日の感じだとそんな感じもういい曲いっぱいありますよね。ジュンジュンさん、ほら、エルドラド良くないって、
早く行けってそうそうそういいんですよ、まだみんな受けてるのが私好き、なんかもうすごい楽しそう、楽しいおばちゃまたちがね、わちゃわちゃ、やっぱこのなんて推しに対するなんて推しの話を、ね、の話このしてる人たちってすごい生き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 するよね。私さ、あのマリルのママさん、はい、私ね意外にここでババア扱いなのよ、ここでっていうかこの界隈で、あの皆さん若い方で、マナミもそうだけど、娘って言ってもおかしくないお年なのでね、私たちの、まあでもいやいやいや、ね、姉さんですよ、おばさんじゃないですよってみんな言ってくれるんですけど、姉さんなんですよ。でも若く見えますけどね、私よりも先輩ですよね。そうですね。あ、だからすごくない？すごい、私ね年ちゃいしてるさ、その今は相手言わないけど、はい、それよりも、ね、もうそう一つじゃないよ、うんさえ上なんだけど、うん、すごくない？あ、今日5月5日そう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 、やばい、すごくない？ラジオでは聞こえなかった、聞こえないからね、ちょっと動画ね、5月5日で皆さんもお分かると思う今日ね、あ、でもすごいすごいでしょ、はい、ずっと憧れてた、で私の結婚相手の下僕がいるでしょあいつ、はい、中津の下僕がいるさね、はいはい、彼のキューピッドでもある、はい、あ、彼と出会ったのもこのお方、はい、マリルさんがじゃあキューピッドなんですか、バドミントンやつでとっても運動も好きなの、はい、もうオタク活動じゃなくて推し活動だけじゃなくて、はい、もう運動も好き、動くのも好きでバドミントンやってて、あゆみさん来て一緒にやろうやろうって言って、初めは社交辞令で入って行ったのよ、でもえいつ来るのって、あ、行かないといけないんだ、私は運動ね音痴だしあんまりデブ症だから、あ、でもねいい運動になるよって言って、うん、その時は友達も広げたいのも私、はい、の同級生の方々ね一緒にいらしたので、さ、そのお姉さん方とも友達になれたらと思って行ったら、そのバドミントンにやつがいたんです、あそうフルーツファームの、フルーツファームのフルーツファームか知らないけど、原木ね、うちの原木が、はい、あの聞いてる、たまに聞いてるからねあんまりひどいこと言ったら怒られちゃう、うん、あ、でもじゃあもともとじゃあマリルさんとの方が付き合いは長い、じゃ長いってことですか、そうそう、で私が言う前に、はい、あゆみさんってねこんなコスプレする人がいてねっていろいろその下僕に話してたから一応付き合う時に言ったんですよ、もし私が黙ってたらどうしたって言ったら、黙ってってもお前言うだろうみたいな、こういう格好して活動すると、でも初めて紹介される前からお友達がこういうコスプレする人がいるってもう先に喋ってたみたいだから、あ、そういう人って分かっていたから別、もう別にみたいな、あ、よかったってね、あら、ダメっていう人もいるらしくてさ、はい、やっぱりね、ね、びっくりしたりとかする方も、あまりそういうのに、あのお家を見てほしい、外に出てほしくないとか、そういう推し活動したらなんか、あ、そっか、家庭を顧みない方もいらっしゃるとか、はい、今がそうだけどそうなっちゃったら嫌だし、メイクして歩くのも嫌とかね、お話ししたらまゆゆさんすごい魅力的だから、やっぱりとてもどんな魅力か分かんないけどね悪魔的なね、そう、私はとても憧れた先輩で、でまたこうやって可愛がってもらってってね、っていう馴れ初めもいろいろあって、はい、古いですよね本当に、あ、そうなんですね、でも一番初めに知ったのは私の妹の紹介かな、私の妹が沖縄でコミケみたいなのがあって、はい、コミケって知ってる、はい、自分でね、はい、同人誌とか書いて販売するのがあったんだけど、はい、妹も絵描くのが好きで、彼女がソロ行った時にその会場で、あの関町好きなっていう方もいて、でこのメイクして販売してる方もいたという中で、マリルのママさんとなんかちょっとお知り合いだでしたよね。私はその頃はメイクはやってなかったんですけど、よくやっぱりアニメとか好きでよくイベント行ってて、あの主催もしてたグループとかも、あ、そうかそう、シリコー民館とかで、そうそう参加してたんで、あ、でもこれ C です、あ、 C、 あ、 C なんです、 C なんですって、昔ね、昔主催者なので、あ、すごいですね、すごい活動家なんでね、で紹介してもらったら、はい、私の方がとても友達になったと、妹よりも、はい、で今ではこうやってもそう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 、そうなんですよ、この番組始める時もよろしくお願いしますって感じで、はい、ちょっとね久しぶりにお声かけてみたら、はい、そうなのって言ってくれて、キャーキャピ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 、かわいい、かわいいんですよね、そうか、なんか言っちゃいけないと思います、ということで、はい、あ、でマナミ続き読んでもらっていいですか、はい、そう、コメントがたくさん、カープボーイさんから、老人形の館子供の国シングルレコード持っていたよ、
子供の国これは違うかな、なんか老人魚の館も、館もシングルレコード持ってたよみたいな感じかな、違うのかな。うん、うんうん、でタミーさんから、老人魚の館はグッサンとのコラボが良かった、 あれ面白かったですね。そして、僕よりも年上なんだえ、タミーさんもそのぐらいの年頃でしたけど、まあ、近かったですよね。そしてプレイグさんから、はい、先週アニソンラジオでデーモン閣下のそばかすキャッツアイ聞きました。おとかも歌うんですか。そばかす思い出はなの、うん、ジュディマリ、うん、女性シンガーの、ね、歌歌ってるし、うん、カバーとかありますね、たくさんね。キャッツアイはあるかもしれない。すごいですよね。あ、すごい、ほうほう、みんなさんあちこちで、はい、聞いていただいて、メールも来てるのでちょっと紹介します。はい、めいちゃんさんからありがとうございます。まゆうさんとまなみん、こんばんは。生放送お疲れ様です、はい、ということで、やっとゴールデンウィーク商戦も無事に終わって今日から2連休、うん、めちゃくちゃ忙しかったのでクタクタですということで、今日は朝からお酒を堪能してきました。もちろんナハハーリー、うん、ナハハーリーの会場内では外国人の方が多数でハーリーに参加する方もいっぱい、今日が最終日、8時からは花火も上がるらしいです。うーん、朝からお酒を堪能し乾杯も堪能、うん、ということで、そんなめいちゃんさんがですね、あの2通目送ってきていただいて、はい、さっきのメールは番組始まる前に送ってたので、はいはい、まさかね2人がこの格好で出てくるとは思ってないだからびっくりしちゃったんだ、はい。そして、まあ、このゲストのマリルさん、うん、今日は海洋博のイベント帰りの電信ラジオに出演、推しのマユさんの番組に出演ってなったら興奮しますよね。ですね、なんかすごい楽しみで、はい、最初見た時はハロウィン早くないって思いましたが、ちゃんと説明してくれないとラジオ聞いてる方はわからないもんねってでツイッターでは告知したって言ってたんですけど、はいはいはい、はい、ちょっと顔出し一応禁止なんでなるべくちょっと隠してとか、ちょっと隠し気味にナルちゃんも来てますね、ナルトラさん、ナルトラさんも今日はミサでもあるんですか、ミサでもやろうか皆さんやっぱ分かってらっしゃる分かってらっしゃるね、みんなね、すごいね、雑学王の勢ぞろいだよねすごい、あのエコさんにもね、今度ね、はい、出てくださいってさっき話したので、はい、ナルちゃんもぜひいらしてくださいね、ゲスト出演、うんうん、ぜひあのお待ちしております。私に切られたい方、はい、ぐさーってぐさーって切られたい方ぜひいらしてください。はい。あ、いやそうだね、告知した通り、はい、ちょっとアニメのお話なんですけど、はい、あの18番って言っていいのかな。私好きだったのが、フランダースの犬とかアライグマラスカルって曲があるんだけど、はい、エンディング、あ、オープニングだ、オープニングの曲ね、ハリーハリーリトルラスカル、ラキュリザリトルラスカルってやつね、あ、彼女から習ったんですよ彼女が歌ってるの、これ使える、これ歌っていいんだって、マリルのママさんが歌った歌は歌っていいと勝手に思ってて私のお箱の中に入れてます、はい、あ、じゃあこれ、え、これカラオケで、カラオケ、カラオケで、そう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 、これからカラオケ大好きになったね、はい、他の曲も、ジョリーのやつも、ジョリー、超ジョリー、みんな爆笑する、あれ私の歌と思ってるでしょ、彼女の歌ですからね、彼女が歌ったのを、ね、私がみんな撮ってる、マユさんの巻き舌がうまいんですよ、ちゃーんあー最高、聞いたことあるんですかラジオなのにね、私はこのトゥルルルができなくて、はい、もうめっちゃトゥルルル、トゥルルルルが一番上手って言われる、そこだけそう、この私も初めてカラオケで聞いた時にあの衝撃を受けて、絶対笑うね、みんなね、しかも巻き舌がすごい、巻き舌と、あと走りジョリーがこのね、削りのジョリージョリージョリーって言ったらみんな笑うんだよねおいおいおいって、青木さんも世界名作劇場ですねって、そうなんですよ、そうですね、あれ、ほらカラオケであるでしょ、うん、ハウス食品のメロデのやつ全部得意じゃないですか、だいたい、うん、でも初め、いや、ハイジ、ハイジ、ハイジはちょっと高いから、高すぎますよね、ハイジ、唇笛はなぜってやつ、あれはあの部分は嫌なんだけど、はい、上手なんですね、それも上手でミルクいらない夜明け、もう大好き、もうそのままの声なんで、私はちょっと作ってるんですけど、モノマネ、彼女に近づけて、うん、はい、本当の歌ってる方は何さんでしたっけ、何だっけ、ね、名前、
キャンディーキャンディーとかも歌ってる、キャンディーキャンディーはあの堀江光子さん、堀江光子さん懐かしい、こっちは違う方なのね、あごめんなさいね、キュウリ振ってね、そう、そういう方に近づけようじゃなくて、私はマリルのママさんに近づけようって彼女に近づけたら上手に、はい、聞こえる、うん、こっちが本家あれだな、フランダースの犬かな、フランダースの犬はミルク色の夜明けへ、そうそう、ほら可愛い声でしょ、可愛いらしい、私彼女のモノマネなんですね彼女は本物の方で、はい、うん、そうそうそう、全部すごい、でも本当に声がね、この可愛らしい声なので、可愛らしい声で何でも、はい、今ぴったりだった、ラセルの星も歌います、ラセルの星も多分ラセーヌラセーヌの星も、私小学2年生だったんですけどね、まだみんが種にもなってない頃ね生まれてないな、もうあのメロディーは全部お得意、赤毛のアンとか、聞こえるかしらってやつも好きでしょ、で、ね、はあ、キャンディーもそばかすなんて気にしないわ、あそう、これは彼女のモノマネです今日いつもさっきモノマネであるんですけど、マリルのママさんのモノマネ、今全部バラすみたいなね、あでもすごいこういう曲も好きなんて、アニソンっていうんですかね、アニソン、そう、アニソンがもう歌いやすいですね、うん、って音域がちょうど合ってる、ちょっと高めの歌が歌いやすいですか、声もほら可愛いじゃないですか、うん、私は喋ったら低いんですけど、うん、歌ったら高いねって言われて、うんね、高い声も結構歌ってる時、ま、ママさんはそのまま全部歌ってる声も話してる声も高くて可愛い声で、うん、ありがとうございます、でもこの格好ってあそうだからなんかそれがちょっとこのギャップがすごいですね、うん、そうで、ゲームもいい、ゲームゲームの話していい、うんうん、いいなんかダメなものがいっぱいあったから、うん、大丈夫大丈夫、ゲームも上手なんですよ、アーケードゲーム、ストリートファイターとか、あ、はいはい、あれは何でしたっけ、ね、バーチャーファイターとか、ね、昔のね、昔ね、昔のゲームセンターのアーケードゲーム、あーなんかこんなやつ、あのほら、はい、この人レバーこんなしてて、はい、レバーを、ね、そうそう、なんか十字架に動かすんじゃなくて、はい、逆に持って、はい、ワイングラスを持つような感じでやって、プシップシップシッてなんとかコンボとかぐるっと回ってパーンと押すやつが昔あったんだけど、はい、今はないか、昔はね、ああいうのを上手 で、はい、でゲームセンターで時間潰すのが好きだったからとっても上手なんですよ、今はね、あのテレビでね、あテレビで今はできますからね、だけども最近はできないけど対戦がね、はい、それは今はテレビとかゲームは、うん、あのオンラインとかでできるはするけど、はい、このゲーセンで言ったら、はい、相手側すぐ目の前にいて悔しい顔も見れるのよね、でそしたら細くて、はい、か弱そうな女の子がバシバシ倒していくわけ、使ってたのは女性のサラとかでしたっけ、あとか、あ、ね、とか女の子、チュンディーだ ね、チュンディー、中国人 の、はい、カンフーが上手な女の子のやるけど、うん、はい、うん、一生懸命パーってコンティニューが入ったら自分で遊んでるけど対戦もう勝手にしないといけないわけで、ね、向こう側に来たら、はい、あだファイトって始まったら倒すわけ、うん、どの男がやってるばみたいな感じで見に来た、うん、女だってだから負けたくないでまたねやったりして、でもずっと負け続けてて、彼女ずっと勝つみたいなね、強くて、そう、その大会とかもあったよね、はい、3人1組でね、やってたね、そういえば一緒に、うん、そうそう、でうちの旦那も一緒に出たんですよ、はい、それを応援に来て見に来てってまだ付き合ってない頃なんだけど、なんであの人の見に行かんときに私はマリルのママさん応援しに行くけど誰よあいつと思ったんだけど懐かしいですね、すごい上手だったよ、今は全然ですよ、全然、まあね、やらなくなったらね、でもほんなん、ゲームもゲームも上手、しかもゲームもアニソンも上手、アーケードゲームなんですね、うん、なんかもちょっと可愛らしいあれとかではなくて、昔ねなかったからねっていうことで、あの頃はねうーん、で、はい、もうナレーションとかそんなのも上手だと思うんですよ、思うんですよだから、はい、今日は読み聞かせ、ぜひね彼女と一緒にやりたいと思って、はい、新しい本を持ってきました、はい、あ、CM 行く、また一旦 CM の後に、うん、ちょっとこのそろそろやらないとね、はい、これ1時間ぐらいかかるかもしれないこの本じゃあ今日は CM の後に読み聞かせのコーナーです、でやります、こんばんは、マリルのままで
リリ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 リどこかで咲いているんだった花を探しに探しています。そうだね、クスマスはもう死んじゃったみたいな、タンポポも枯れちゃった。おー、じゃあ CM 開けますね。これでだけロッキーチャック、あーじゃれ、ニュースだよニュースだよでしょ。緑の森の木だまりはかくれんぼするのによいところ。そう、上手上手。あ、もっと下からいかない、はい、あ、始まってますか。じゃあ CM 開けました。はい、はい、時刻は6時29分を回りました。全裸ラジオをお届けしております。はい、一緒に見る、ね、一緒に、うん、あの背中を向けてがいいかな。はい、一回やった方がいいね。もう話が止まらなくなっちゃうからね。あ、そうですね、一回やらないとね。はい、読み口やらないと、その後に、ね、また終わらなくなっちゃうので。今日ね、僕のじいちゃんっていう面白いお話をしてみたいと思います、はい、読み聞かせなんですけど、絵は見せられないな、一つしかないので。皆さんちょっと耳を澄ませて、はい、耳を澄ませて聞いてください、聞いてください。耳を澄ませてってなことあって、はい、はい、僕のじいちゃん、クスノキシゲノリ作、吉田のなんだこれはな、なお吉田さん、え、僕のじいちゃん、明日は運動会、嫌だな、だって徒競走があるから。父さんは PTA クラス対抗リレーの選手だ。父さんは走るのが早いのに、僕はクラスで一番走るのが遅いんだ。僕はまたビリに決まってる。大丈夫、練習したから早くなってるさ。ああ、徒競走なんてなければいいのに。じいちゃんもお家に応援に来てくれるんだから、いいとこ見せようよ。父さんも一番になるように頑張るから。無理だよ、だって1組の隼人君のお父さんは陸上競技の選手だったんだよ。え、そうなのか。その夜、田舎からじいちゃんがやってきた。ほーら、ひろし君、うさぎさんでちゅよ。このうさぎさんの T シャツはじいちゃんとお揃いでちゅよ。あのね、じいちゃん、僕も2年生だよ。ああ、そうか。それじゃあやっぱりクマさんの方が良かったかな。なんだか僕のじいちゃんかっこ悪い。明日の運動会頑張るんじゃぞ。じいちゃん、僕走るの嫌いだ。僕はクラスで一番遅いんだ。そうか。あのな、早く走るにはな。え、いい方法があるの？あるとも、早く走るということは、右足を前に出したら、次は左足を前に出す。それを誰よりも早く。ただそれだけじゃ。なんだ、それ当たり前。だいたいじいちゃんは子供の頃、走るのが早かったの？ああ、早かったとも。どれくらい？そうだな。先生がよーいって言ったら、もうゴールについているくらいだな。へえ、それはフライングだよ。フライングだって言うんだよ。失格だよ。ああ、もういいよ。運動会が始まった。僕は玉入れ、ダンス、綱引きに出た。そして徒競走。でもやっぱり僕はビリだった。父さんと練習してもちっとも速くなんかなってなかった。右足を前に出したら次は左足を前に出す。それを誰よりも速く。じいちゃんの言う通りやってみたけど僕はビリだった。え、はい。あ、いや、今日はちょっと、しかし、そうですか。わかりました。ではこれからすぐに会社に行きます。大変だ。会社でコンピューターのトラブルがあって、責任者の父さんはどうしても会社に行かなくちゃならなくなった。父さんは PTA クラス対抗リレーの選手なのに。運動場の隅では、隼人君のお父さんたちがウォーミングアップを始めていた。
困ったな、クラス対抗リレーのアンカーをやってくれる人なんてすぐに見つからないよ。トーサーのリレーチームのキャプテンが頭を抱えた。困っているのならわしが出ましょうか。じいちゃんが手を挙げて立ち上がった。その喧嘩でもしたら、でも誰かが出なきゃリレーができんのじゃろう。その時放送があった。 PTA クラス対抗リレーの選手の人は集まってください。仕方ない。じゃあとりあえず選手のところに行ってください。その間に誰か探しますから。でも代わりの人は見つからなかった。仕方ない。おじいちゃんいいですか、走ってもらいますけど、健康第一ですからね、絶対無理はしないでくださいよ。はあ、わかりました。では全力では走らないようにしますので。そう言うとじいちゃんは他のクラスのアンカーの選手にとぼとぼとついていった。ダメだこりゃ。チームのメンバーみんながそう思ったのが僕にもわかった。おい、あれってヒロシのじいちゃんだろ、なんなら僕が代わりに走ってやろうか。ハヤト君が笑いながら言った。ああ、お母さん、僕らのクラスはきっとビリになるんだ。そしてみんなに笑われて、それはみんな僕のじいちゃんのせいで。僕、しばらく学校休みたいよ。そうかしら、じいちゃんは今もトレーニングをしてるって言ってたわよ。何のんきなこと言ってんの？それは散歩のことだろ。とうとう PTA クラス対抗リレーが始まった。1年生と2年生の合計6クラス、走りに自信のある4人のお父さんやお母さんが1人1周ずつ走ってバトンを渡す。僕のクラスは1周走るごとに他のクラスから少しずつ遅れていった。アンカーのじいちゃんにバトンが渡るときにはもうビリは決まっていた。だって先頭の隼人くんのお父さんはもう第一コーナーを回っていたんだ。じいちゃんにバトンが渡った。ああ、みんなが大きなため息をついたその時だ。それはまるでつむじ風だった。ロケットのように飛び出したじいちゃんは第一コーナー まであっという間に2人を抜いていた。第二コーナーを回った時にはまた1人抜いた。じいちゃんは直線コースに入るとさらにスピードを上げた。走る前のじいちゃんを見て笑っていたみんなの声がどよめきに変わり、そして応援の声に変わった。じいちゃんは第3コーナーに走るまでにまた1人抜いた。母さん、じいちゃんすごいよ。そうでしょ、じいちゃん走るのが早かったって言ってなかった？それは言ってたけど。ああ見えてもじいちゃんは若い頃オリンピックの候補選手だったのよ。第4コーナーを回った時、じいちゃんはとうとう隼人君のお父さんに追いついた。運動場にいたみんなが立ち上がっていた。じいちゃん頑張れ。右足を前に出したら次は左足を前に出す。それを誰よりも早く、そう僕に教えてくれた通りの走りが出た。じいちゃんは隼人君のお父さんを風のように抜き去った。じいちゃんの胸のうさぎさんがゴールテープを切った。運動場が大歓声に包まれた。じいちゃん、僕のじいちゃん最高にかっこよかった。右足を前に出したら次は左足を前に出す。それを誰よりも早く。じいちゃん、僕じいちゃんみたいに早く走れるように練習するよ。僕のじいちゃんってことで帽子が外れそうちゅうことでございます。はい、ヤンキチさんからも拍手が来ましたね。素晴らしい絵本でしょ。まなみどう？まさかのまさかのおじいちゃんの、ね、あんなしかも結構オリンピックの候補選手、ね、絵を見たらそれは早いよなって先生よーいって言ったらもうどんねついてるって、フライングっていうのは爆笑だよ思っちゃったはいはい、あ、たくさん拍手もいただいてます、ね、ありがとうございます。エコさんからも拍手、プレイグさんからも、タミーさんからも拍手、はい、そして初めましてのロゼッタさんっていう方からもパチパチパチってきてます。ロゼッタさん、ありがとうございます。初めまして、なんか可愛いアイコンですね。うんですね、はい、あ、
プレイグさんからは、うん、話やってきてるんですが、ですね、はい、はい、高坊さんから毎週質が上がってる、上がってるよね、上がってる。それがね、これはね、どういうことですかね、はい、本当にこれ素直に喜んでいいんですか、まだ、ね、初めの、はい、最初の頃がちょっとあれだったことでしたね、ぬるっとした臭い話のせい、その後、ね、それ も, ね、もうあれ思い出し笑いして、あの時あ爆笑しすぎて、ツイキャスでね、多分もしかしたらマリルさんも聞いてたか、うん、聞いてました、爆笑してました、めっちゃおかしかったね、最近真面目に言ってるよね、うん、あ、そうですね、結構クオリティの高い方に一緒に呼んでるんじゃないですか、てて、ね、うん、毎週楽しみよね、見かせて、あ、ブレイクさんありがとう、あ、武蔵さんからもすごい拍手が、はい、武蔵さんもありがとうございます、タミーさん、ーほら、おたまじゃくしって臭いやつぬるぬるして生臭い女の人のね、落ちがなかった、おかしかった、あれももう爆笑だった、あれはやばかったですね、でもいいね、あれ日本、うん、バカ日本昔話ってやつで、たまにはまたあれもやってね、はい、ちょっとね、みんながクオリティ上がってきたなって言ってるところで、じゃああれをちょっと、うん、そう絵本だからいいんだよね、ちょっとね、金玉の話もあるあれでね、あれ絵本で、絵本の題名なんで、そんなエロチックな話ではないんですけど、あれ今度やろうかなって、さすがにマリルのママさんにはあれ言われないなと思ったので、 あれに、ね、ぴったりなゲストの方がもらい事故、マナミンが声を殺して笑うか、あれね、面白いね、声殺して笑ってる人を見たら爆笑するね、うん、本当にククククって放送事故でしたよね、本当に、そう、なんか ただ読んでるだけだったらあれだったんですけど、うん、なんかふと一つなんかワードが引っかかって、うん、って思った時になんか生臭いでもチョックンも、はい、マナミンも私も笑ってしまってね、はい、誰もね、もうツボに入って生臭いが、意外にツイキャスの皆さんが冷静だった、放送事故って言った、ね、放送事故ですよとか、なんかどうしたのみたいな、そうそうそう、面白かった感じでしたね、そうそう、うん、あの時はちょっとまさかのでしたね、まさかのね、そう、読み聞かせであんな本が出てくるとはみたいな、そう、でも今日のやつもちょっとね、びっくりな、いい感じでしょいい感じですけど、あ、おじいちゃんおじいちゃんおじいちゃんオリンピック候補選手だからね、相当早い、陸上の選手、隼人君のお父さんよりもね、うん、倍早かったんですよね、まあ、オリンピック候補選手ということは相当すごいってことなんだよ、うん、はあ、これでオリンピック選手って言ったらね、ちょっとじゃあ どの人って調べればいろいろ出てくるから、うん、どの人をモデルにしたのかななんてなるけど、まだ候補選手だからね、夢があるね、あ、いたかもねみたいな、うんうんうん、本当の話かもしれないし、うんうんうん、ありありな、ありありでいいよね、また探してきますね、はい、ありがとうございます、ということで久しぶりになんかちょっと読み聞かせやって、うんうん、上手ですね、やっぱりね、ありがとうございます、本当にいらっしゃった5分でここ読んでねって見せただけなん で、ね、全然練習してないんですよね、自分はなんかよく読み聞かせ行きました、行きましたって、子供が小さい時やっぱりね、小学生の時は、行きますね、私今でも嫌がられながらもねあっちこっち高校でも PTA やってるんで、もうしばらくは続きますね、まだね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、はい、あ、で、アニメ、一番好きなアニメ、そうだ、聞いておきましょうかね、マリルママさんさ、私ですか、うん、昔のアニメで一番好きだったのって、私は一番好きなアニメは、うん、伝説巨人イデオンが一番好きですあ、それ聞いたことある、イデオン、あのガンダムの、ね、次に、うん、出たやつだ、ちょっと、うん、放送したやつなんですけど、うん、今のガンダムどうです、マーメイドじゃなくて水星の魔女だ、あ、はい、やっぱし好き、ね、あ、なんかとっても好きってわけではないけど、一応かなり毎週見るよりは、やっぱりメッパシ見てるんだ、はい、なんかね、ガンダム好きな男性諸君いるでしょ、この世代、はい、私たちのはこれ嫌っていうのよ、今までのガンダムじゃないと、はい、昔のずしっとした下半身デブなような感じのガンダムがいいんだって、今のガンダム足長いですよね、スリムで綺麗な感じで、あ、なんかスタイルがいい、話がちょっとウテナっぽいですよね、あまたウテナもね、またわからない方いらっしゃるけど、はい、すごい、ウィングとかゴッドガンダムぐらいから、そのガンダム好きな人たちはちょっと違うってなってきたっていうけど、その頃から私好きだったんだよね、初めのガンダムよりも、女子化も見やすくなったっていうか、ちょっと恋愛も入ってたり、ガンダムが綺麗になってきて、
あの、ね、うん、そうそうそう、ちょっと怪しくって、うん、怪しくってそうそう調べてみてくださいね、はい、見てみます。大ターンもいいですよね。大ターン3、キンジュンさんと、ね、あの年齢近いんですが、ザンボット3とかでしょ。ザンボット3とか大胆3とかこのあたりの、ヤンキさんはね先輩だから、サンライズのね、エイトマンとか白黒やしって、ロゼッタさんもいろいろ少女革命打てるのかな。ロゼッタさんはお友達系統じゃないですでしょ。あ、やっぱりそうだと思いますよね。あ、でも、うん、今の水星の魔女も面白いですよ、うん、ちょ見て。だから高本さん、サザエさんってなんかちょっとインチキね、あの年齢が分からなくなる感じ。今の子たちもサザエさん分かるしね、はい、うんうん、サザエさんはもう幅広い年代が、うん、アニメ今見てる、今はこの時期で見てるのは今タイガー&バニーあとか見てますよ。あのタイバニータイバニーとか、タイガー&バニーの2今 NHK で放送してて、すごい分からない、これは分からない。タイバニーファンはねすごいね、熱心なんで、そうなんですね。キャシャーンとかは分かるけど、なんかやっぱ近いな。タミーさんは小公女セイラ泣いてました、うん、はい、人気ですよね、小公女セイラ、セイラはいいですよ。私の胸の片隅に咲いてるですよね。マリーンってすごい、すげえ。海底少年マリーンって何ですか、わかります？私も見たことはないです、マリーン。タイムボカンシリーズはね、まあ有名ですよ ね、うんうん、前にあった、あもう残念でしょうがない、前にアニメ玉っていう番組があって、うん、声優の先生がいらして、うん、毎週ねあのアフレコさせた番組があったんですよ、はい、稲垣先生、はい、あ本当にすごい、うん、お呼びしたかった。ね、確かにそう、高校生、中学生、小学生、ね、いっぱい読んだりして、ね、はい、あの将来声優さんになりたいという子たちとか、うん、放送委員ですって子たちが、うん、まあ、指導はないんですけど、うん、先生が書いてくれた脚本を読んで、オリジナルのね、うん、なんか、はい、シナリオで、シナリオで5分ぐらいのね、私はその代わりどんなのが好きですって一応書くんですよ、でそれに似た感じの、うんうん、あ、そうそうそう、その人の好きなアニメのキャラに寄せたキャラを与えてましたよ ね、 たよね、うん、この先生も仮面ライダーじゃない、何だったっけ、さっきのタイムボカン、タイムボカンシリーズ出てましたよね、はい、出てた方で、うん、って言ってましたね、うん、沖縄の方ではないんですよ、うんうんうん、あと何だったっけ、あ、新しいあの銀英伝の、はいはい、なんかなんとか大佐途中で出てくるの役声とか、はいはい、やってた方ですね、うん、あれもだ、あ、すごい、皆さんすごいアニメやっぱどんどん出てきますね。もいいですよね。タツノコはスターダンスとか好きでしたね。タイムボカンも見てたし、スターダンスが好きでした。紅の豚だ、紅の豚もですよね。あ、紅の豚 の、 にも出て、の友人の役、あの少佐の役をしてる方でしたね。稲垣先生の役の方は先生の先生みたいな感じよね。とっても尊敬してますみたいなことは。コナンもいいですよね、未来少年コナンすごくいいですよね。 うちの息子コナンなんですけど、あのどっち、ね、どっちって言われる、名探偵の方、未来少年の方、どっちかの取ったってよく言われてた。マナミ、未来少年知らないでしょ。え、聞いたことはあります、見たことはないんですけど。これ NHK でやってました。そうそうそう、 NHK でやってた。うん、うん、未来少年コナン、とてもいい作品なので、機会がありましたら。なんか宮崎駿宮崎さんは、絵がちょっとぽくないです、ちょっと制作で入ってるみたいな、あ、あの、ルパン三世のあのカリロス、カリオストロの城の感じっぽくないです、未来少年コナンの絵が、雰囲気そんな感じ。うーん、言いたいことわかるかな。あ、ニルスの不思議の民、あ、ニルスいいですよ、ね、NHK のニルスも好きでした。エコさん古いね。未来少年コナン懐かしいって。ニルスはね、ちゃんちゃん、本で読んでもすごい泣いた。仲間たちと一緒に冬の訪れ寂しいけどってやつですよね。小学校の時にあの、うん、図書館で本で読んで泣いた。最後、あ、いいね、でその後アニメになったから、ニルス小さくなるんでしたよね。あ、そうそうそう、小さくなって、なんか白鳥の上に乗ってるみたいな、ガチョウか、あれはガチョウでも飛んでるから、カモのメンバー、なんて、渡り鳥のメンバーになりたいって言って、ガチョウなのになんか飛んでる飛んでる、そうそう、自力で飛んで、あ、小さくされちゃった、なんかね、魔法かけられたみたいな感じ、いつもいじめてたから、うん、なんか、うん、
罰で、ね、陽性にちょっと罰でちょっと小さくされちゃって、そうそう、あ、そんな感じの話なんですね。どうしようって言った時に、そう、渡り鳥と一緒に行くぜって言ってそうそう、自力で飛んだガチョウに捕まって一緒に旅する話なんだけどね。ブレイクさんも分かるんだ、銀英伝知ってんだ。銀英伝もいいですよ ね、 ね、こんな太い本なんだけど私初めて読んだ。薄い本読めなかったね。この銀英伝は絶対見たかった。もうローエングラムが大好き。これダイハルト、フォン・ローエングラム、小暮っていう名前にしてた。私あ、名前名前をね、あの小説の、小説のダイハルトで金髪の主人公が出てくるんだけど、私金髪好きさ、はい、デーモン小暮もピカチュウも、ピカチュウもあれ金髪だからね、皆さん。あっ、綺麗だったのって言われるけど、そう、ミツバチもああやってほら、あ、ハッチしかじゃん。トーベー、トーベーはハッチだね。ミツバチ前はどんな歌？ミツバチマーヤーって。あ、ほら、すげえ。ミツバチマーヤーって。ほら、すごいな。母をつついて3000円。母をつついて。あれでしょ。マーヤーは、あの、雨上がりの道はとても綺麗ですね、マーヤーって歌。ちゅるちゅるの髪の毛の子、マーヤ、マーヤ、そうそう、ちょっと天然パーマの、あ、可愛い感じで、うん、ピカチュウ、ピカチュウは金髪に入る、ピカチュウ金髪に入るんだって母さんのいるあの空の下ですよね。母を訪ねて3000里。あ、今メールも来てて、はい、こんばんは、私は学習机に初期のガンダムのステッカーをやたら貼ってましたよ、ガムのおまけ、うん、ってきてます。おまけで、うん、あったかも、ね、ファーストガンダムはやっぱり基本だから、ね、うんね、父さんにもぶたれたことがないやつ。そうそう、甘やかされたわらば、そればっかり、ね、甘やかされたわらばわらば、うん、あの子ね、こんぐらい男の子とか叩かれるよと思うけど、父さんにもぶたれたことがないのにって、甘えん坊の声。千と千尋の神隠した魔女の宅急便、あ、好きなんですね。あ、千と千尋歌います？千と千尋は、どの曲だった、千と千尋ラララララはもののけ姫で、ララ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 ラカラオケに行ったら歌えるかもしれない。あ、あ、すごい、あれはね、うん、ジブリ系もでもいいですよね、曲早い、意外に早いね、うん、ちょっとビブラート聞かそうと思ったら、うん、早いよね、テンポが難しい。おばきゅうとか、おばきゅう、ピカチュウ金髪に入るんだよ。はい、あ、沖縄大好きさんから、ハウルの動く城も面白かったって、はい、ハウルもいいですよね、かっこいい、ハウル、そうだよね。はい、沖縄大好きさん、ほら、隣のトットローも来たよ。トットロー、トットロー好きで、そうそう、あのガンダム、イデオン、うん、あのダンバイン、ザブングルが先？どっちかな？ザブングル、あ、ザブングルが先かな？でダンバインっていう並びなんですね。順序があるんだ。うん、でその後エルガイムかな？あ、その後にエルガイムが来るんだ。うん、ヤンキチさん先輩なんですけど、やっぱりマジンガーゼーとデビルマーンとバビル2世いいですね。ママナミ分かる、チャララ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 ラ、3つのしもべに命令だ、やーやー、いいところが年代がいいですね、今す何も約束してないのに、やーってくれた、そう、言わないといけないです。ガッチャマもエコー全開で歌ったと、タツノコペロか、チャリンコチエ、いいな、でも私のお父さんはデビルマン好きって多分言ってて、ちっちゃい時なんか歌ってました。お、お父さんが、待って、マナミのお父さん近いね、年齢ね、近いね、50代だよね、もうちょい、お父さん、うん、もうちょい上ですね、うん、60代になった、はい、60代前半、前半、あ、近いな、うん、やっぱ一緒だ。海長ロプロス、空を飛ぶポセイドンは海の上でさ、ドデム変身なんと、じゃ、血をかけるだ。書いてあった。歌覚えてるもんですね。いやいや、私たちだから。私たちだから。同級生知らない人多かった。行ったら、あーってよく覚えてるね、まーちゃんって言われる。そう。そうなんです。グレンゲもね。マナミン、グレンゲとか、ホモラ歌えるでしょ、はい、それがね、30年後歌ったらそう言われるんだよ。はい、私たちが今やってる感じ。ポカーンって顔をされるんでしょうね。うん、ポカーンとね、何これって。縁じゃないよって、ホムラでホムラって。あ、
アメリカ版のウルトラマンとかあるんだね。あとメールで 海のトリトンはっても来てるんですけど、あ、イーロハニーフォーヘッドチリヌルをあーあーってやつでしょすごい、なんか替え歌すごいね。替え歌しか覚えてない。あのメロディーは当たってるぞ。水平線の終わりにはあーあーが本物です。でもイーロハニーの方がマナミを歌えるでしょ。あ、009もね。あ、すごい、どんどん出てきますね。皆さんが好きなものが、はい、ガッチャマンファイターゴーってやつだ。美少女戦士セーラームーンはちょうど私たちが遊んでた頃流行ってましたね。あ、そうなんですね、うん、歌ったよ。チャララランダランダララランダンって今は絶対歌わないけど、あの頃は、あの頃はじゃあ歌ってた、うん。でもこうやって歌えるくらいの、ね、この大好きっていうのが合うから本当にもういいですね。はぁ、はぁ、ハクション大魔王。でも多分マリルのママさんはエンディングの方がいいはず、はい、あくび娘は人は言うでした。あくびちゃんの歌ね、あくびちゃんの歌ね、あくびちゃんの歌、うん、パタリロ、あ、パタリロ、パタリロ、パタリロ、私好き。パタリロ好き。マナミ、今度見てみて。パタリロ、白も白い。パピプペペポパポパタリロですよね。パパ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 。終わるね、そのまま。パパパペプピパーです。パタリロ。パタリロのギャグ漫画ね。バンコランとか言いましたね。ちょっとね、今流行るの。ここで最後に名犬ジョリー。名犬ジョリー。ほら、ジョリー来たよ、ジョリー。走れ、ジョリー。うまい、これマナミあの頭の中大丈夫って、頭の中今日いろんなのが出てきて本当にすごい、そんな感じでずっとユンタクルそのまま、うん、はい、もうそのままエンディング今日はありがとうございますね、はい、あと30秒になりましたよ。いやもうすごい楽しい、またぜひ来てくださいよ、アニメパート2しました、この続きの。皆さんもぜひまた第3、はい、金曜日、はい、お待ちしておりますので、全裸ラジオでした。はい、またね、良い週末、バイバイキーン。なんか途中でね、いっぱい